ここはなんだ？昼間があってニンニクのポスト白いうんちだと思ったけどな。たげな。ニンニクの羽根な。うん。でこれは何やドラ回り道。タプコプそういう村なんだ。タッコ町。じゃあ行きますか。そういう村。かっこタプコプ村。言いづらい言いづらいな。行ってみましょう。入村無料だって。こんにゃく作り、せんべい焼き、涼しい。なんなんだここ、誰もいねえぞ。誰もいねえな。笠野村、合掌造りの大きな建物がある。マルシェセカンドだって。ファーストは割った鍋な。木工年輪館、年輪館だべ。一服亭だって。一服やっていくわ。ここで一服やっていくしていくわ。お、ブランコある。あんな低くね。一回乗ってみて。いや低くね。どう、大丈夫そう。マジ？足伸ばして腹筋使って調子いいんだけど。かっこいいよ。もっと揺らして。かっこいい、かっこいい。ドラマ見て。ドラマ。え、シグが全然揺れるんだけど低すぎて。これが伝説の円卓会議よ。アーサー王とかな。5人分しかないけど6人だべ、真ん中回せる。いやそれ卓じゃねえんです。円卓じゃねえんです。遠赤外線水車ある。ハートマークのベンチもあるよ。4人掛けのオットマンじゃないこれ。真ん中これオットマンだべ。足伸ばすやつだべ。いややべくね。おー、小川。クレソン、お前ちゃう、クレソン。クレソン？うん。おお。小川は綺麗だ。向こう側には、滝もある。水車は回ってないな。カラウス。カラウス？いや、ダメだ。かやぶきの屋根だよ。向こうにも大きい、かやぶき屋根が。いっぱいある。この橋いる、これ何？ウサギと犬混ざったような。なんだ、ダメな。マスコットキャラじゃない。なんだかも。日本庭園だよ。うん。昔の消防車みたいなのある。どう？ちっちゃい。ちっちゃいの。一応村田藩で郵便ポストあるや。右手の建物は何だろう。それポンポン渡れるじゃん。落ちてやったらいいじゃね。行ってみて。こっちもいいし、こっちもいいし、そっちもいいし。ん？そっち四角い方。いや、でもあれ真ん中も沈みかけちゃうじゃん。だな。でも、ま、向こうのこの石の方もいけるけど、石はなちょっと面白みねえはんだな。カーブねえはんで。準備できたら手上げて行ってけ。行きますって。そういうリズムで行けばいい。リズムに合わせて行ってけ。じゃあ、あ、え、い、う、え、お、あ、おのリズムで。どういうリズム？あ、え、い、う、え、お、あ、おで。うん、普通にじゃあ行って。おい。おお、揺れちゃう。地震だ、地震。すげえ、かっこいい。帰りもあるはんでな。帰りそっち行かす、真ん中。水死？木？木だ。一回、柔らけがどうか。揺れじゃ？沈みそう。
まずい。しかしね、石の方で勘弁してやるか。よし、渡ってきてくれ。安定してろ。かっこいい。で、ここはせんべい屋さん。せんべい体験、せんべい焼き体験、3枚500円。でもやってる雰囲気がない。ない。じゃあ他に行こう。お、竹馬ある。お、竹馬だ。竹馬できる。できる。やってみて。取りに行けば。どうでもいいべ。ちっちゃいのと大きいのでやれば。え、あ、別々やの。外れねべの。おお。どうした？バランスが。今日調子悪い。調子悪い。おお、いいねいいね。じゃあ無言見に行くわ。プロだったの。いや全然プロじゃない。華麗なステップ踏んでたね。次日産の消防車だ。さあこっちはなんだ。この建物を見てみよう。こっちは手打ちそばができる。そば所どころだって。なんかところっていうの2回しようだけど。ご飯付き1500円。40分から60分。1人から6人。すげえな、この縁側。魚の縁側と全然違うの。有機物で有機物と一緒にしよう。ほんとです。どっちも炭素入っちゃうべ。あ、確かに。山菜の家。この建物は今から130年ほど前の庭。あ、違う、慶応2年。読めない。すげえ、昔からあるんだ。いらっしゃいませ。中に入ってゆっくりしてねって。どっから入る？開きそうな気がする。ここ開けていいの？怖くね。怖いな。ちょっと部屋見てみるか。こんにちは。ここね。あ、かだそう。待て。でもなんか、すぐ匂いっつう。なんか、昔の家の匂いがする。あ、な。ほんと。炭。うん。いろりで、いぶされた匂いじゃね。うん。暗いから、思いっきり、アイスを上げて、見たから、画質が、ちょっと悪いな。すごい。でも当たり前に、昔の作りだよ。うん。思い出ろ、時計。どうかな。いや、思い出はね、どうも。思い出ね。動いてればカチカチ聞こえるはず。時の止まった時計。うん。じゃあ、ここは、時間の止まった。得意点なの。よし、他に行ってみるか。え、醸造の家、こんにゃく。見れるよ。行ってみるか。昔の測りがある。お、醸造だ。すげえ。すげえ。いぶされた匂いが。うん。ライトねえのか。タンクレア。すげえの。昔のグッズいっぱいある。うん、ちょっと暗すぎるな。マニュアルさしよう。よし、マニュアルに切り替え。大変暗いな。画質は回れんでね。うん。これはなんだ、昔の釜。釜とはかり。はかりだよな。ぽいよな。うん。で、これも昔の肩掛けの草刈り。え、これ昔じゃねえね。今でもある。あるある。後ろから今のやつ。プリ自販機だ、うん、自販機、冷蔵庫が。あ、冷蔵庫だ。何なんだよこれ。どっかの廃病院のホルマリン漬けの赤ちゃんとかじゃん。怖え。お、なった。怖え。怖え。ちょっと待って。こういうところね、椎茸。椎茸だ。なんかすげえ椎茸。タケノコもあんま知れじゃん。胃が見てくなっちゃう。うん。
開放元気、お手洗い。じゃあ戻りますか。よし、じゃあ最後の一番上に行ってみよう。おお、庭園だ。すごいですか。松もあったりしてな。すげえな、この屋根。入り口どこなんだけど。入り口正面の方です。どこ正面か分かんないけど、ここだってな、道路あってさ、ここなんか門っぽいかな。ここだ、巻き。どっちか、なんていうんでしょう、語り部の家だって。昔活躍した道具たち。開けていいけど、池にカメムシがいるよ。マジ？ほら。こんにちは。おお、くら。おお、でけえカエル。おおおお、ほら。おさ。おお。カエルちゃん。何してんの？ケツ出して。ケツ出して頭隠すで。お、これ、わら人形ある。え？これもマニュアルに切り替えよう。昔の道具たち。すげえ。脱穀系？脱穀だな。こっちが脱穀は？あ、ほんと。ほんな。こっちはなんか、脱穀したやつの。もう見慣れ出すやつね。うん。中尾祭り人形。ここが北条を。願うのか。なるほど。これ。怖え。怖えだ。よし、行きましょう。はい、以上、タプクプソウユー村でした。